上空曇り空、楽天生命パーク宮城です。東北楽天ゴールデンイーグルス対埼玉西武ライオンズのゲームです。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、今日はデーゲームなわけですが、小宮山さん自身はデーゲームの方がいい悪い、ナイトゲームの方がいい悪いというのはあったんですか？早起きが苦手だったもんですから、デーゲームよりかはナイトゲームの方が好きでした。そうですか。今日は朝が苦手な、バッターボックスには3番浅村、今日は2つのフォアボールを選んでいます。ワンアウトになっています。今日の先発ピッチャーはイーグルスが石橋、そしてライオンズが榎木だ。この2人の投げ合いとなっています。初球打ち伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点、入りました、ホームラン、ツーランホームラン、素晴らしい一振りでした。初球でした。きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りました。楽天イーグルス5対2。いやー、これは失投でしたね。そうですね。楽天イーグルスが見事勝利を収めました。里崎さん、非常にいい具合に流れに乗って試合を進められたんじゃないでしょうか？まあそうですね。今日は理想的な展開でゲームを進めることができましたから、チームとしてもいい勝利でしたね。そうですね。非常に大きな1勝となりそうです。勝ったイーグルス、大きな今日は勝利になりました。一方のライオンズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはイーグルスが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで楽天生命パーク宮城から失礼します。